オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の Daisuke です。お元気ですか？暑い日が続いていますが、体調は崩していないですか？僕は数ヶ月の日本滞在が終了して、昨日フランスに戻ってきました。フランスに戻ってくると、日本のコンビニの便利さや、宅配を頼むと確実に届くこと、公共交通機関の時間の正確さ、どこに行っても丁寧に対応してくれる日本の素晴らしさを改めて実感します。日本では当たり前に便利に生活できていたことが、実は全然当たり前なんかじゃなかったんだなと感じて、そのことに感謝して生活しないといけないなと思います。フランスはフランスで、電車が時間通りに来ないとか、急に地下鉄を降ろされるとか、宅配便が絶対指定日時に届かないなど不便な点は多いんですが、その分自分で考えて行動しなければならないので刺激があって僕は結構好きです。あとはインフラなどが日本に比べて不便な分、より自然に他人を手伝おうという雰囲気があります。例えば駅の階段ではベビーカーや大きな荷物を持っている人がいると自然と運ぶのを手伝いますし、その人も手伝ってもらっていいですかと普通に聞きます。優先席であろうとなかろうと、お年寄りや妊婦さん、体が不自由な人がいるとすっと席を譲りますし、譲った方がいいかどうかわからないときは席変わりましょうかと臆することなく聞きます。そういうところがよりシンプルだなと思って僕は好きです。あ、ちなみにフランスにも優先席はありますよ。Les places réservées や les places prioritaires のように言います。日本のいいところ、フランスのいいところ、両方取り入れて、もっと優しい世界になるといいなと思っています。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は7月にデビューされたアントナン先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。いきなりですが、こういう単語見たことないですか？ Un chou-fleur、 カリフラワー。 Un coffre-fort、 金庫。 Un arc-en-ciel、 虹。 Un tire-bouchon、 コルク抜き、栓抜き。 Un haut-parleur、 スピーカー。Un micro-ordinateur、 パソコン。なんか単語と単語の間にハイフンが入ってますよね。このハイフン、フランス語では un trait d'union と言います。くっつける線という意味です。このように複数の語根でできている単語のことを mot composé、 複合語と言います。さて、これらの複合語を複数形にしたとき、どうなるかわかりますか？ Des choux-fleurs、 Des coffres-forts、 Des arc-en-ciel、 Des tire-bouchons、 Des haut-parleurs、 Des micro-ordinateurs。あれ？複数形の S や X が
ついているところとついていないところがありますよね。Des souffleurs や des coffre-forts は trait d'union の前、後ろ、両方についていますが、Des arc-en-ciel は trait d'union の前にしかついていません。さらに、Des tire-bouchons、Des haut-parleurs、Des micro-ordinateurs はトレディユニオンの後ろにしかついていません。ややこしすぎません?どうしてこんなことが起きるんでしょうか?もちろん適当に S や X がついているわけではなく、きちんとルールが決まっています。では順番に見ていきましょう。まずはカリフラワー、デシュフレール。複数形の S や X がつくかつかないかは、トレデュニオンの前後にある語根がもともと何の品詞だったのかで決まっています。デシュフレールは、シュもフレールもどちらも名詞です。このように、名詞足す名詞の場合は、どちらにも S または X がつきます。デシェフリュー県庁所在地、デルカンマフト種目ザメなどがあります。金庫、デコフレフォー、これはコフレ大きな箱、フォー強いという名詞足す形容詞です。このように名詞足す形容詞または形容詞足す名詞という組み合わせもどちらにも S、X がつきます。で、ロンポワン、ラウンドアバウト。で、グランパロン、祖父母などがあります。虹、で、ザーコンシエル。あれ?これはアーク、弓もシエル、空も名詞ですよね。なので名詞足す名詞のパターンじゃないのと思いますが、よく見てみるとアークとシエルの間にオンという前置詞が入っていますよね。このように名詞足す前置詞足す名詞というパターンになると、S または X がつくのは一つ目の名詞だけです。で、chef d'œuvre、名作がそれですね。コルク抜き、で、tire-bouchon。これは、tire が、tire、引く、引き抜くという動詞で、動詞足す名詞のパターンになっています。動詞足す名詞のパターンの時は名詞だけに S、X がつきます。で、garde-robe、洋服ダンス。で、cure-dent、爪楊枝などがあります。スピーカー、で、haut-parleur。これは、おが高く、大声でという意味の副詞で、副詞足す名詞のパターンです。副詞足す名詞のパターンの時も名詞だけに S、X がつきます。また、前置詞、名詞のパターンもこれと同じように名詞だけに S、X がつきます。Des avant-premières、試写会。Des contre-publicités、逆効果となる宣伝など。逆効果となる宣伝って何ですかね。パソコン、でミクロオーディナテール。ミクロは微小、小さいという意味の接頭辞です。接頭辞とは単語の頭につくことで意味を与えるもののことを言います。接頭辞足す名詞のパターンも
名詞だけに SX がつきます。 Des anti-inflammatoires 抗炎症薬。 Les hispano-américains ヒスパニック系アメリカ人。さあ、ここまで紹介してきましたが、なんとなくルールはお分かりいただけましたでしょうか。一つ一つのルールは覚えられないという人のためにざっくりまとめると、1、名詞形容詞には SX がつく。2、それ以外の品詞、動詞、副詞、前置詞、接頭辞には SX はつかない。3、名詞でも前に前置詞がついている場合は SX はつかない。この3つを覚えておけばほぼ大丈夫です。この他にも動詞足す動詞の組み合わせとか形容詞足す形容詞などの組み合わせもありますが、このルールを当てはめればほぼ大丈夫です。今僕はほぼ大丈夫と2回言いました。これはたくさん例外があるからです。例外といってもそれぞれきちんと理由があるので、そこまでややこしくはないですが、今日は例外を紹介すると恐ろしく長くなってしまうので、ここまでにしたいと思います。いかがでしたか。今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアント。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は7月19日にレッスン提供を開始されたアントナン先生の魅力をお伝えいたします。アントナン先生は FLU 外国語としてのフランス語教授法の修士号を取得し、これまでにフランスの大学や中国の大学で様々なバックグラウンドを持つ人にフランス語を教えた経験が豊富にあります。そのため、アントナン先生は、フランス語学習者の気持ちに寄り添いながら、優しく的確にフランス語を教えることができます。学習者のレベルに合わせて説明をするので、フランス語のみの説明でも分かりやすいレッスンが魅力です。また、アントナン先生は、体を大きく使い、具体的な例えで発音を指導するので、一度で理解することができます。教えることに情熱を持ち、生徒が理解できると、一緒に喜んでくれるので、学習のモチベーションが上がります。レッスン当日の6時間前まで予約を受け付けているので、ご興味がある方はぜひ一度、アントナン先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、
お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。